どうも、ガイエルです。違うか。吉田サラダです。We love スワローズ。ということで、9月8日、ヤクルトスワローズ対横浜 DeNA ベイスターズ1対2で負けちゃいました。悔しい。さよなら負けです。っていうかね、石川投手、ナイスピッチング。石川投手に勝利をつけたかった。本当に悔しい、悔しい試合になりました。ね、石川投手ね、6回1失点のピッチングしたら勝たせてあげたいですよ。点が取れないですね。本当に、まあまあまあ、でもね、いいところもありました。若手の内山選手が三塁打打ってくれて、まあまあまあ、1点取り返して同点となったんですけどもね。9回の表、浜田選手、あそこで、絶対一番嫌なゲッツーになっちゃいましてね。浜田選手はね、高津監督からめちゃくちゃ期待されてて、すごいチャンスをもらってるんですけど、やっぱりね、こういうチャンス、掴んでいかないと、いくら期待されててもね、定着はできないと思うので、ちゃんとねチャンスを掴んでもらいたいなと思っております。あと沢井選手ですね。沢井選手、早く一本が見たい、ホームランが見たい。でもね、こうやって出続けてたら、ヒット打てたらやっぱりね出させてもらいますし、こうやって出続けてたらホームランいつか出るんじゃないかなと思っております。明日ホームラン見たいなと思っていますね。明日勝ちましょう。明日の先発はライアン小川投手です。ライアン頼みますよ。本日は以上です。ゴーゴースワローズ200勝、石川投手に行ってもらいたいんだよ。